これからとっても不思議なマジックをご覧いただきましょう。こちらに3つの紙袋を用意いたしました。もちろん袋の中には何も入っておりません。袋はすべて透けて見えないように二重にしてあります。これからこの袋の中に何か入れてもらいます。どこの袋に入っているか当ててみたいと思います。ではお客様お手伝いいただけますか。ではまずはですね、こちらコーヒーを使いましょう。ちょっとよく調べてください。普通のコーヒーですよね。これから私が後ろを向いて見ていない間にどこかにコーヒーを入れてください。入れたらこちらのクリップこのように見えないようにしてください。もちろん残った2つにもクリップをします。あとは本当にこのように順番を変えていただいても構いません。よろしいですか。終わったら教えてください。ではどうぞ。終わりました。では開けていきたいと思います。ここに入っています。見事に当たりました。こうやりますと偶然かまたはこれが怪しいとよく言われますので、では今度はお客様の持ち物でやってみたいと思います。携帯電話の持ちですか。携帯電話を同じように好きなところに入れて蓋を封をします。また混ぜても構いません。終わったら教えます。終わりました。では今度は消去法であります。ここには入ってません。ここにも